まずはじめに言っておこう。この話は驚くほどに長い。時間に余裕があるやつだけ聞いてくれ。忠告はしたぞ。それじゃあ始めよう。この話は、私たちが学生時代の夏の話なんだ。海に旅行に行きたいだ。せっかくの夏休みだし、みんなで旅行に行かない？いいにょんね、楽しそうだにょん。私も行きたいけど、ちょっと実家に帰らないといけないから、それが終わってからなら大丈夫よ。楽しそうだとは思うんだが、先立つものないのぜ。用務もだにょん。さすがにゆゆこ様に頼むのも気が引けるにょん。ふっふ、なんだよ気持ち悪い笑い方して。そんなことだろうと思ってね。調べたら海の旅館や民宿で繁忙期の期間限定バイトがあるから、それをしながらがいいんじゃないかなって。お、それはいいかもな。遊び代を稼ぎながら海も満喫できるかもしれないのぜ。霊夢にしては妙案だにょん。ちょ、私にしてはって何よ。あはははなるほどね。それなら私は帰省が終わったら、あなたたちが働く旅館に泊まりに行けばいいってわけね。そうね、それがいいと思うわ。それじゃあ野郎ども、みんなで手分けしてバイト先を探すぞ。おう。そうして私たちはネットを駆使してアルバイト先を探し回った。意外と募集はたくさんあり、友達同士歓迎なんて歌い文句もあったので、私たちはその中から一つの民宿を選択した。その民宿は家族経営って感じのこじんまりとしたところで、海も近く条件としてはぴったりだった。バイトを申し込んだ際に、サナエが合流した時に備え、途中に、3日ほど友人と遊びに行きたい旨を相談すると、その分いっぱい働いてもらうわよと、おかみさんは心よく承諾してくれた。私たちは胸を躍らせて、バイト当日を迎えたのだった。今日はあっちいな、絶好の海水浴日和だな。そうねー、早く海に入りたいわ。こらこら、遊びたい気持ちはわかるけど、バイトを忘れちゃダメにょんよ。そうだったそうだった。旅館まではどう向かうのぜ？迎えに行こうかって電話では言われたんだけど、時間が合わなくて、これからしっかり稼ぐわけだし、タクシーかなんかで向かいましょ。わかったにょん。おお、思ったより大きいな。なんか田舎のじいちゃんばあちゃん家って感じね。海沿いの家って感じで、いい雰囲気だにょん。すみません、本日からアルバイトでお世話になるものです。はいはい、今向かいます。どうも遠くから、私関番機って言います。呼びにくいだろうから、番機って呼んでね。生まれも育ちもこの地域だから、何か知りたいことがあったら何でも聞いてね。みんなのお部屋はこの先だよ。おかみさんたちに挨拶するから、部屋に荷物を置いて戻ってきてね。は。はい、わかりました。霊夢ちゃんにマリサちゃん。それに陽夢ちゃんね。了解っと。はい、それじゃあ私の自己紹介ね。私はここの女将をやってるマキコって言います。夏の間の短い期間だけど、皆さんよろしくね。私のことは仕事中は女将さん。それ以外の時間は好きに呼んでください。なんだったらマキちゃんとか。ガハハ。
隣にいるのは旦那だよ。料理も担当してるからね。よろしくお願いします。私は、さっきも挨拶したからいいか。客室は、そこの廊下を突き当たったところにあるから、何か質問はあるかい？あ、2階は客室じゃないんですか？いや、2階は今は使ってないんだよ。そうなんだ、なんだかもったいないな。繁忙期になったら開けるって感じなのかな？いやー、元気な人たちだったな。海育ちって感じだぜ。なんだか仲良くできそうね。バンキちゃんは、年齢もヨウムたちと同じくらいだもんね。ああ、知らない土地で同世代の友人ができるのは嬉しいのぜ。窓から見えるくらい海も近いし、楽しくなりそうね。グッヘッヘッヘ。疲れたけど充実感あるわね。ああ、私たちいいバイト見つけたな。やっぱり仕事は人間関係だもんね。学生でしょ私たち。何を知ったかを。ヨウムはずっと、ユリコ様の元で庭師としても働いてるもん。そういえばそうだな。あそこを職場と呼んでいいかは疑問だが、最近お客さんの数も増えて忙しくなってきたな。そろそろシーズンかな。そうねー。そろそろ2階も開放するのかしら？いや、しないんじゃないかな？ 2 階は多分、おかみさんたちが住んでるんじゃないのかにょん。そうなの？あれ？違う？おかみさんが2階にご飯を持って行ってるのを見た記憶があるにょんよ。いや、私は全然知らないわよ。私もなのぜ。そうか、ヨウムは玄関前の掃除をしてる時に、おかみさんがお盆にご飯を乗せて階段を登っているところを見たことあるにょんよ。ああ、あんた玄関前の掃除担当だものね。へえ、外から登るんだな。さあ、明日も早いし、そろそろ寝ましょうか。そうだにょんね。ふう、今日も暑いわねー。あれ、今おかみさん、客室から出てきたわね。なんかこっそりと。おかみさんは部屋掃除とかしないわよね。何してたのかしら。まさか泥棒とか。いや、それはさすがにないわよね。さ、仕事仕事っと。なんてことがあったんだけど。あ、それ私も見たことあるのぜ。本当？なんで黙ってたのよ。いや。なんか疑って関係がこじれるのも嫌じゃん。まあね。せっかくいい関係を壊しかねないものね。ヨウムは、そんなの見たことないよ。あ、そ、じゃあ黙ってな。ひどい。まあ、まだバイト日数も多いし、お客さんからおかしな報告も何もないからね。でも、いざこうやって話す時になってくるのぜ。それじゃあ、おかみさんの後をつけてみたらいいんじゃないかにょん。つけるって言ったって。この民宿の狭い廊下じゃバレちゃうでしょ。確かに。とりあえず、なんか気になることがあったら報告する。それで行こうぜ。そうね、そうしましょう。海はいいわねー。こうやって眺めてるだけで癒されるわ。そうだな。これが毎日見れるだけでも、海の近くでバイトする価値があるのぜ。はい、みんな集まれー。なんか読んでるぞヨウムのやつ。テンション上がってるわね。行ってみましょう。どうかしたのぜヨウム。いいから、とりあえずそこに座るにょん。よくぞ来て
くれた同志たちよ。一体何なのよ、芝居が勝った口調して。仕事を終えた男の顔って感じかみょん。何言ってるんだよ。それで、どうしたのぜ？この前ヨウム、おかみさんが2階に登ってるって話したじゃないかみょん。確かご飯がなんとかって？そうそう、それなんだけど。今日もね、おかみさん、私たちと一緒にご飯食べたのに、ボンにご飯乗っけて2階に上がっていったんだみょん。それで、5分くらいしたら、空になった食器を持って降りてきたんだみょんよ。ってことは、2階に誰か住んでるってことかな？ヨウムもそう？考えたんだけど、そんな人見たことないし、物音も聞いたことないんだみょん。確かに不自然だけど、病気の人とかかもよ。ありえない話じゃないが、5分で完食するなんてなかなかの元気じゃないか。まあ、病気って言ってもいろいろあるじゃない。ただ引きこもってるだけかもしれないし。なんとしても認めたくないんだみょんね。でもまあ、怪しいのは怪しいみょん。おう。確かに、2階に何があるのか、気にはなるな。それなら、明日頑張って仕事を早めに終わらせて、みんなで確認してみましょうか。お昼過ぎに建物の裏に集合しようみょん。ウィス。お、ちゃんと仕事終わらせてきた？ああ、目的意識がある時に限るが、私の仕事は早いのぜ。普段からそうすればいいじゃない？いや、ほら、適度に休まないと疲れちゃうからな。二人とも、おかみさんが来たのによ。私たちも行くわよ。そこの扉に入っていったわね。前にチラッと見えたけど、そこから2階に上がる階段があるんだみょん。そうなのか、なんか変わった作りだな。本当にね。2世帯住宅で分けてて、後々改築する予定。とかかな？しばらくしたらおかみさんが戻ってくると思うから。少し待機だみょん。戻っていったわね。確かに5分程度だったな。ね、ヨウムの言った通りだみょん。そのドヤ顔がなければ同意したんだけど。2階には何があるんだろうな。わかんない、よく見えなかったみょん。ここって鍵かかってるかしら。どれどれ、試してみようみょん。うわ、どうしたの？なんかひどい匂いが。霊夢、どうだ？どうかな？ひどいってほどは、このホコリっぽい匂いのこと？あれ、しなくなったみょん。おいおい、よしてくれよ。ただでさえなんか嫌な雰囲気なんだから。うん。でもさっきは確かに、生ゴミみたいな匂いがした気がするみょん。もういいわよ、海も近いし、魚とかの匂いかもしれないしね。しかし、この階段狭いな。そうだみょんね、一人くらいしか登れないみょん。登るの？私は遠慮したいのぜ。ヨウムも、なんかさっきので気分悪いみょん。しょうがないわねー。ここまで来たら、私は気になるから。行ってみるわ。マジかよ霊夢。その代わり、ちゃんと待っててね。一人置いて逃げないでよ。それはわかってるみょん。本当に本当よ。疑り深いな。そんな立ちの悪いことしないのぜ。よし、それじゃあ、行ってくるわね。結構暗いわね。あれ？なんか足音が変わったわ。暗くて見えにくいか。霊夢のやつ、こっちの方見てるのぜ。ちゃんといるのぜ。なんかマリサが決め顔してるわね。まあいいか。下は大丈夫なのね。
ひどい匂い。何？生ゴミや下水のような。なんだろう？あれ？なにこれ？食べ残し？残飯？あばばばばば。いやあ。なんなのここ。とても耐えられない。帰ろう。今度はなんなのよ。この音。ドアの向こう側で、何かが引っかいてるような。なに？誰か、いるの？怖い怖い。体が、動かない。音が、やんだ？嘘。今度は天井だから。やばいやばいやばい。どうした霊夢？おい、大丈夫か？早く降りてこい。霊夢、聞こえてるかよん。うわあ。霊夢、どうしたんだ？上には何か、あったんだよん。怖かった。おい霊夢、お前、さっき上で何を食べてたんだ？なんだって？いや、上についてすぐにしゃがみ込んだろ。ヨウムとも話したんだけど、何か食べてるんじゃないかって。そうだにょん。口の周り。それって。なにこれ？私。もしかして。霊夢。なんなの？私、あんな残飯なんか食べた記憶ない。それなのに、どうして、頭がおかしくなりそう。霊夢、大丈夫か？何があったのか？私らに話してくれないか？さっきのマリサたちの話した内容と、全然違うと思う。それでもいいの？もちろん構わないにょんよ。わかったわ。場所を変えましょう。なるほどな。そんなことが上で。信じてくれるの？こんな話。当たり前だにょん。ありがとうね二人とも。いた、どうしたんだぜ。なんか体がヒリヒリして。霊夢、切り傷みたいな怪我してるにょんよ。それになんか、プラスチック片みたいなのが。なにこれ。どうしたんだぜ。それ。よく見るにょん。なんだって。これって、爪じゃないか。さっきの上で聞いたガリガリって音、爪で引っかいてる音だったんだ。それと、階段を登ってる時のパキパキって音は、爪を踏んだ、音。きっと、急いで駆け下りた時に怪我したんだ。ねえ、二人とも、私もここにいたくない。働けないよ。ああ、わかってる。それは、ヨウムもだにょん。私、明日おかみさんに辞めるって話すね。話すのか？お世話になったしね、勝手にいなくなることはできないわよ。でも、おかみさん、すごく怪しいにょんよ。あそこに入ったなんて伝えたらどうなるか。いやいや、それは伏せておくわよ。急な用事ができたとか、なんとか理由をつけてね。そうだな、内緒の方がいいな。そうと決まれば、今日のうちに荷物をまとめておきましょう。とても眠る気になんかなれないから。ちょうどいいにょんね。それと、どうしたのぜ？今夜は寄り添って寝ましょう。そうするのぜ。